7月27日は、グレゴリオ歴で年始から208日目にあたり、年末まで、あと157日ある。ブービーヌの戦い、ヨーロッパでのフランスの優位が確立フランシスコ・ザビエル、日本に到着哲学者、バー・ルーフ・デスピノザ、ユダヤ人共同体から破門されるアメリカ独立、戦争、ベサン島の海戦アメリカ合衆国国務省の、前身となるアメリカ合衆国外務省を設置。 画像は1865年頃の国務省テルミドールのクーデター。山岳派のロベスピエールらが失脚、軽視、市民革命の終焉フランス7月革命勃発。7月王政へと至る。画像はブジェーヌ・ドラクロワが民衆を導く、自由の女神、大西洋横断電信ケーブルの付設作業完了。画像は1858年の同、ケーブルフィンセント・ファン・ゴッホ。 拳銃自殺。29日死亡。画像は、同年6月の作、一種が死への肖像クレメントアトリー、イギリス首相就任反問点で、朝鮮戦争の休戦協定調印、現在の軍事協会戦が設定される。ロンドンオリンピック開幕後放題し、空海の誕生日は不明であるが、新言州の伝承では、放棄五年6月15日とされている。右画像は、 空海筆の、最小玉ざうめい数学者、エルンスト・ツェルメロ誕生、ジャンポール・マラを暗殺した、暗殺の天使シャルロット・コルデー誕生ギタリスト、作曲家、マウロ・ジュリアーに作曲家、エルンスト・フォンド・ホナーに作曲家、エンリケ・グラナドス。スペインの踊りオーパス、37、エイジ142、12、アレベスカを聴く。コーテシー・オビム・ソペン・サッカー・アレクサンドル・デュー・マフィス詩人。 ジョズエ・カルドッチ日本陸軍軍人、松井岩根。南京大虐殺時の上海、派遣軍司令官製科学者、ハンス・フィッシャーバレーダンサー。振付屋、アントン・ドーリンバレーダンサー。振付屋、ピナバウシュジャーナリスト、ジョン・ローレンス・シー・イゲン・ソーラー作家。ゲームデザイナーテーブルトーク RPG の父・ゲイリー、ガイニャックス。オーストリア公、ルドルフセ世ボツエド幕府第12代将軍。 徳川家康没科学者、ジョン・ドルトン。原始説を唱え発展させた。右画像は、科学哲学の身体系エドバクフ第十二代将軍、徳川家康没医学者、エーミール・テオドール・コッハー。工場船などの研究の傍ら、コッヘル監視なども考案した、ロシアの詩人ミハイル・レールモント・フ没音楽家フェルチョ、武蔵に著作家、詩人、ガートルード・スタイン・イラン皇帝。 モハンマドレザーパフラウィーボツ7人の眠り男1940年バックズバニー映画ルーニー・トゥーンズのキャラクターありがとうございます